きな方でいいんじゃない？ウルフ君の場合どっちも間違いじゃないし。俺にとってはいろいろ間違ってるんだよ。絶対男の体に戻してもらうからな。それよりどういうことだよ。俺はブレイダーと戦うために作られたんじゃないのか。怪人開発部はずっと人手不足でね、人事部に人員補充を要請してるんだけど全然入れてくれなくってさ。だからもうこの際うちの所属にしちゃえばってことで。怪人開発部にようこそ。どこにかねなんでそんなに嬉しそうなんだ。ん？だって職場で初めて後輩ができたからさ。優しく優しく教えてあげるからね。それはもういろいろなあれとかこれとかそれとか。この先輩怖え。ウルフ君は不満かな。だって俺は頭良くないし開発なんて向いてないよ。確かにウルフ君のメンタルモデルは男子中学生くらいを想定してたけど。そうなの？